どうもレオです。ポチです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは聖剣伝説3トライアルズオブマナーやっていきたいと思います。はい。いきなりカサってやるのやめてくんない？やってないやってない。何にも、うん、クラスチェンジしたし行くぜもう、うん、この先にジンがいる？ジンがいるんだろうけど、きっとなんかあれだと思う。なんかトラブルに巻き込まれてるよ。あ、なんか広い場所、なんか壺もあるし、もういかにもボスが出てくる場所じゃんこれ。どうした？ジンが。あ、いるね。あ、なにこれ、なにこの人、やめて。ちょっともうちょっと早く走れ。ジンを離せ。そうだぞ、目光って黒曜の騎士。黒曜の騎士。さては風神像を壊したのもあなたね。まあ、お前しかいねえから。わあ、え、消えた。消えられるならさ、風神像壊さんともさ。気をつけて。あれ、ジンと戦うタイプ？あ、なんかお前ほっぺた変わるぞ。あ、え、あれジン？どうした？あれジン？え、ジン男だったよ今。女になっちゃった。え、性別変えたの？あいつ。ほっとは。てかあんな風にさ消えれるんだらさ、もうさ。あ、一緒でも4番かな。あれじゃない？ジンさんを助けましょう。あ、違う、これジンじゃないわ。もう少し我慢してくれよな、ジン。ジンが苦しんでるの。行きましょう。わあ、わかりました。やめてって。任せな。覚悟するんだな。あ、残影系。本当だこれ。おお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 。かっこいいじゃん。残影山だった。残影系あれだった。画廊伝説みたいな。なんでよ。間違えた。すごいセクシーなハーフみたいな。テンカーか。そうだよ。センターって名前だったな。うん、え、上に書いてあるの。そうでしょ、あの人の名前でしょ。そうだね。ガードしてる。こいつの技もやってみたい。あ、ボールだ。今だ、今やれ、今やれ、早く。何してんの。ほらほらできた。ほら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 。まだダメ。まだ溜まってないな。危ない危ない危ない。何だろう、スーパーソニックソニックザ・ヘッジョーズ。これお、どう？どう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 。お、なんか溜まってる。何があの上？オッケー。え、いいじゃん。強ない。すごい強い。次は？あれなんで？あ、やっつけた。アンジェラの技使ってみたかったな。倒したわ。うん。いまいち締まりなく倒してやったわ。早かった。あ、レベルアップレベルアップレベルアップ、いいぜいいぜ、レベルアップ。すげえレベル上がるなマジで。ねえ、サックサクだな。大丈夫？大丈夫かお前。あれ、まあ、お腹減ったか。え、なんであいつしっかりして。すげえ股間守ってない？縦あるもんね。あれ、お腹じゃない？お腹？うん。いや、股間だわ。助かったらす。あの黒い騎士は何者なんだ？わからんだす。マナストーンを調べてたかと思うと、いきなりわしに襲いかかってきただす。わしからエネルギーを吸い取り、前科を召喚したんだす。あ、そういうこと？あいつもマナストーンの封印を解こうとしているのか。ジンさん、実は。事情は分かっただす。あんたらわしの命の恩人だす。一生お供するだす。うわお。ほう。やったー。来た。3体目だよな。確か。これでローラント城奪還の準備が整ったわけだ。眠りの花畑に行って作戦を実行するとしよう。なるほど。待ってろよイザベラ、いつまでもお前の思い通りにはさせない。そうだそうだわ、いたわイザベラが。あ、これ戻るのは結構自分で戻る感じ。なんかそうだね。あ、でもそのためにショートカットの道があるのでは。あ、そうだ、あったあった。あそこからジャンプすれば
いけるんよ。でもサボテンくんはどうする？あ、そうやったな。え、は、うん、反対から行ったらサボテンくんとこ行けるとかないもんね。よっ、あ、いや、ここ悪いか。と、また戦闘開始だ。また協力してるぞ。来るか。どうだ。よっ、当然だ。精霊よ、力を。まだまだ。さらに強くなったわ。なにあいつ、あー、びっくりした。あれがされてる。あいつだから全体に見えてるんですか。天体じゃん、天体じゃん。すげえやべえやついるじゃん。驚くほど手応えがなかった。今日は何見えた。座り込み。あ、なんかあそこも、なんだ、近道できるのかな。これだってあれでしょ、最初の方に。え、それは、あ、近道じゃないや、うん、ただの道だ。初とかでしょ。で？で？あ、あ、何？あ、ピョンって飛ぶやつ。え？ピョンして？はぁ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 、なんかたまたまだけどね、完全に今ね。にゃった。こっちとしては驚くことに。すぐ着くじゃん。すぐ着くわ。あ、ここも戻らなきゃいけない。そう。注意しろ。何だよお前。急に出てきた。なんでそんな逃がしてくんないの。それ逃がしてくんのかな。うん。力を貸して。ホーリーボール。どうだ。あ、あれ？よく決めたの。レベルアップした。レベルアップしたらしいぞ。溜めてる間に終わってしまった。じゃこれで戻って何する？時間の無駄ですね。眠り陣の力で自分を眠らす。ああ風の力。ドンペイから作戦授けてもらったの忘れました。うん、忘れちゃった。おマジか。そんなにすぐに忘れられるものかね。すっかり忘れてた。マジで。それであれだよ、天然じゃねえみたいな。仕方ないわ。マジかよ。行くわよ。まだまだ。よく見てたんじゃ。メール返し。まだいるよ。当然の勝利だな。喜ぶほどのことではね。ふんふん。あ、違った。ここ。よっ。よいしょ。で、こっち。じゃなかったっけ。そっちも行けんじゃない。そっちもジャンプできんじゃない。下に降りすぎた。え、降りすぎるってあるの。やらかした、やらかした。精霊行くわよ。力まだまだ。よし、毒がない。こんなもの。強い強い。逃がさない。ま、こんなところかな。ちょっと気分良くなって降りすぎた。あ、え、本当に？この上の右だわ。バイル、あそこ？そう、こっちだった。花から降りる必要が何もなかったし。なんで降りちゃったの？痛い痛い痛い。ノリか。ノリだね。かっこよく見せたかった。まだまだ。爆弾。なんでたまにちょっとこう少しディスらないといけないみたいなさ、その変なルールなんなん。やめてや。あ、いるよ、なんか人戻ってきたぞ。はは、いるって花畑にさ。本当に？どうよ。あー、そこだわ。褒めていいぞ。あれ、なんかおじいちゃんいた。おい、おかえりなさい。皆さんが無事でよかった。そうじゃろ。うん、おかえりなさい。賢者ドンペリには会えましたかな。ああ、まあ見ててくれ。
あんまあれなんだな、服装変わっても無視するんだけど。よし、はいな、お任せくださいご主人様。出す、その語尾は無理ない出す。どうさあどうだろうか。うん、めっちゃ物積み込まれてない？一個気づいたんだけどさ、うん、城行くまでの間に目覚めねえから。大丈夫だよ、結構強力だから。さあ今がチャンスよ。ただ城内にはまだ眠っていない敵がいるかもしれない。くれぐれも気をつけて。おお、すごい気に入った。樽の中にまんまるドロップと天使の聖杯を用意しておきました。持って行ってください。優しいね。お、何個何個？100個ずつ。あ、まあ、結構まあまあだったな。よし、じゃあ行こう。なんか文句言いがたかった。よし、行くぞ。あ、行くか？行くぜ。あれ、そんなとこ入れない。入れねえな。もう突っ込んでやりますよ。全員寝てるって聞いたからね。でも寝てない人もいるかもって言ってたよ。だとしたらドンペリの作成失敗だから。全部が寝るとは言ってない。一網打尽じゃカッカッカって言ってた。そっか、じゃあいないわ。いないよ、一体もね。そりゃそうでしょ、寝てるから。ちょっとアンジェラだって。あ、 MP 少ない。本当や、貴重やから。あ、でもあそこにあるわ。 あるじゃん。なんだよ、あるじゃん。回復していける、まあ、いいのでは。わあ、すごいとこにある。これで、うん、行っているかな。なんか怖い人。いや、あれじゃない、イザベラがいるんじゃない。どうしよう、気をつけて。だって階段長。いない。あ、いないよ。え、いないじゃん。お前ら安全なところだけあれだよな、守ってるな、ね、あれ、こっちには行けってさ、いつも言うくせにさ。もっと上にいるんやないか。びっくりした。いやー、ちょっと今変わるのが違うじゃん、びっくりするわ。もうだからあいつら半日ぐらい寝てるんだよ。そうだな、こっから出てきたよね。その間じゃない、これ。違う、あそこに出てきたのか。あ、じゃあ違うわ。違うよ。あ、階段があるじゃん、左に。嘘、あった。あ、あるわ。左って言われたら分からんけど。左じゃなくて右じゃない。どこから見て右だか左だか。それ言うとね。敵を気をつけて。それを助け。これ好きだ。ダメだ。室内で。でも室内のやつ出てたよな。うん。なんで。ここまではちょっと足りんかったんじゃん。足りんかった。うん。それは陣の怠慢では。ちょっとなんか。作ってやったんだよ。なかなかね。城内も複雑になってますので、うんうん、え、陣側の人間全てにその風を送ることは難しいんですよ。今度は動くんですよ。忍者一緒じゃん、仲間じゃん。忍者対決、ナルトみたいな。はい、どっちの忍者が上か。こっちでしょ。なんか見た目がサスケ感出てる。こっちか。すごい強いですか。城内に魔物がいるなんて信じられないぜ。もうそろそろ
好き勝手やりやがって。イザベラに会える？会える。まだ？倒せ！忍者。どうだ？この調子で敵を全滅させましょう。上行って取って。降りて。降りて。降りて。よし。ナイス。うわっ、これ剣ダイヤミサイル、ダイヤミサイル、まだまだね。よし、これでしばらく敵と遭遇しないでしょ。よしよし、本当だな、言ったな今。よしよし、いいぞ。いいぞ。ん、外に出てきた。オッケー。こんなにさ、だって複雑なんだよ。あ、あそこじゃ絶対に。もうあそこだよ。旗かかってし。どうですか。うん。ヒットポイント回復したくない。うん。ちゃうな。まだあるな。急いで倒して。こんなに広いの。広いよ。これだからな。さすがアタック。よし。よし。相手が悪かった。ケビンは狼になってる。狼じゃない、獣人になってるの。当然獣人になった姿もちょっとあれだな。クラスチェンジしてのことでは、ね、ちょっと変わった。遠くなったな。お前勇ましくなったな。割とね、無理だよ。無理だよ。中途半端に手すりに登れて今焦ってる。ね、罠だ。敵が道を塞いだから。すぐに倒した。オッケー。ダイヤミサイル。目のクランダーミストメって言われてるよ。最初の城の盗んだのこいつだ。言っときますけど、目がクランダーミストメって言われてるよ。マジか、こんなに言われる。敵と遭遇しないでしょ。あの人たちが一生懸命貯めた480。ちげえんだよ今回に限って言うと。それはあれだわ。違う？違うわ。でもレオの音もないよ。次の目的地に急ごう。俺のではない。敵が道を塞いだから。すぐに倒して先に進むぞ。忍者。よし。こんなところかな。はず。はずだと思いたいんだけど。みんなで倒そう。やっぱりクラスチェンジして違う？戦ってる感じ。あんまり変わらん？見たらあれだけど、目に見えた違いは感じない。そっか。あの強いな。強いなぐらい。相手が悪い。でもさ、これさ、また難しいのがさ、言うてさ、あれ？あれ？ちょっと待って。なんでアンジェがやられてんの？あ、生き返った。どうしてどうして？いつの間に？回復してあげんかったから。マジか。もうそろそろないかな。セーブが。こいつ。遭遇しないでしょ。とりあえず行こう。あれ遭遇しないでしょって言ってくる。さっきはずっと遭遇してるの。こっちだ。敵倒せ。忍者。覚悟するんだな。そこだ。そんなに伝え、対面ビリってなんかあれよ。具が悪そう。そうね。おいらたちの勝ち。で、それ取って、あー、そこにいっぱいいるやん。なんか人が。めっちゃいるな。ダイナミックベルトでできます。急いで倒して、先に行こう。危ないよ。そんなのだったらもう、なんかから落ちたの。そこだ。これよ。力が湧いてきたぜ。で、そこに入ったらどうなる？あった。あったし。まあまあまあ。この辺かな。そうだね。ここで一回だな。一回。はい。ちょっとこっち向いて。無理。向いた。よし。というわけでここまでですね。はい。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。
コメント、チャンネル登録していただけたら嬉しいです。では次の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。